はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の素晴らしいね自宅や動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ今はマシになってると思うんですけどね、この自粛期間中にですね、ストレスでね、暴飲暴食を続けてしまったという人はね、多いはずでございます。でもね、まあこれはね、仕方ないことなんですけどね、まあでもこうした乱れた食生活を続けていくとですね、血管はね、ボロボロになっていきます。でもここ最近ね、その血管の健康が注目されていますことをね、ご存知のようにですね、人の生命力は血管によって維持されております。その血液というのがスムーズに流れているとですね、その新陳代謝が促進されて、体の健康そして若さが維持されます。しかしね、その不適切なね、食生活ね、運動不足、まあ、さらにはですね、そのストレス過多な生活を続けているとね、血管が傷みやすくなって、血管は硬くなって、血液の質も悪くなって、で健康や若さは損なわれてしまいます。悲しいことばっかりですよね、なんかね。でもこれから先のね、人生でですね、健康寿命をね、どれだけ伸ばせれるか、そしてね、その見た目の若さを維持できるのかも、まあ、その血管をね、いかに若く保てるかにかかっているわけなんですよ。で今回はですね、その血管の健康を保つために実践したい食事のポイントを紹介します。新型ウイルスの話がね、ちょっとね、薄れている今がですね、その食生活の改善をね、始める最大のチャンスなんですよ。まあ、できるところからね、着手していきましょう。食生活というのはですね、血管の若さを保つためのね、重要な要素なんです。血管ね、年齢ではなくですね、乱れた食生活でボロボロになっていきます。血管をね、若返らせる食事というとですね、玉ねぎ、納豆などね、まあ、特定の食材っていうのがこうフォーカスされることがね、多いと思うんですけども、まあ、もちろんね、その玉ねぎも納豆もね、すごいいい効果があります。しかしですね、そういったね、流行りの食材をね、こう部分的に取り入れるっていうことは避けた方がいいんですよ。まあ、その部分的にというのは、その単品ということですよ。単品だけで食べるってことですよ。まあ ね、もちろん玉ねぎやったらね、単品でこの生でね、食べる人なんて、まあそうそういないと思いますけども、血管や血液ね、すごいいい食材だよということは確かにそうなんです。でもただしですね、その単体で取り入れて満足するのではなくてね、生活そのものを変えるために、その単体を使ってください。まあ例えばですね、その納豆をね、好んで取り入れてもですね、高塩分なおかずをね、好んで食べてね、炭水化物を重ねて食べ続けていたらですよ、血管を若返らせることなんでね、できません。まあ、つまりですね、基本となっている食生活っていうのを変えずしてですね、ただ、今流行っている食材だけを取り入れるだけでは、ちょっと意味ないんですよね。なくはないんですけども、あんま意味ないんですよ。ではですね、基本となる食生活っていうのはどうすればいいんでしょうかという話なんですけどもね、血管を強くするための食事法っていうのはね、まずですね、低塩分を心がけるのが第一だと僕は考えてます。低塩分ですよ。まあ、血管をね、強くする食生活に切り替えるとですね、約ね、3週間後からね、徐々にね、効果が現れます。3週間かかるんです。でもね、なぜかというとですね、血管はね、新たに作られて壊れる、作られて壊れるという新陳代謝を繰り返して、こう常に正常なね、新鮮な状態をね、キープしてるんです。血管、血液というのは。でまあね、血液の成分にもよって異なるんですけども、おおむねその血液っていうのは、まあ、例えば一番寿命の長いので赤血球ならば21日間ね、まあ3週間程度で徐々に入れ替わっていくんです。なのでまずはね、その21日間まあね、日にちに数えたら長いですけども、体感的にはすごい長いですけども、食事や運動にね、気をつけることでね、まあ、血液のね、質がね、徐々に変わってきて、まあ、少しずつですも血管力が高まっていきます。でほんでね、まあ、日本人っていうのは塩分ね、取りすぎなんですよ、ほんまにね。血管をね、強くする食事のね、三原則の一つはね、塩分なんですよ。先ほども見ましたけどね、その塩分が血圧にね、逆影響を及ぼすことはですね、周知の通りでございますけどもですね、塩分の過剰摂取というのは、高血圧と密接に関連してしまってですね、血管の老化をね、推し進めていくファクターでございます。まあ、日本の料理といえばですね、お漬物とか、お味噌汁とか、すごい美味しいんですよね。
ね。特にお漬物なんかですね、美味しいからね、まあ、気が済むまで食べてしまって気づけばね、そお皿が空っぽになってしまうことなんて、ね、あの心当たり皆さんあるんじゃないでしょうかね。僕もね、入院する前まではあのお漬物がねすごい大好きやったんでね、あのご飯のお供にお漬物っていうのをねよく食べてたんですけども、まあ、今となってはね夢のような話ですから、ほんまにまだあのお漬物っていうのはね病院から王妃が出てませんし、きっと食べたらですね、その粘膜障害がねバーってこう火を吹いてね食べれません。まあ、それはいいんですけども、あの日本人はね3段階も言いますけども、本当に塩分摂取量がね他の国に比べてね多いんですよ。あの日本人のね1日にね摂取する塩分量っていうのはね、男性が 11.0g、 女性がね 9.2g なんですよ。これはね厚生労働省のね平成27年国民健康栄養調査結果の概要に書いてあることなんです。でこれに対してね、あの厚生労働省のね日本人のね食事摂取基準、2015年版のね目標量はですね、男性が1日 8.0g 未満、女性が1日 7.0g 未満でございます。でもね、その病院で例えばね塩分取りすぎですよって言われてる患者さんの多くはですね、その先生からですね1日に 6g までとね言われてる人がね多いようです。まあでもそれぐらい気にせんとあかんということなんでしょうね。でそして次はね糖質です。糖質ね、糖質を抑えて、善玉コレステロールを増やす食事をしていきましょう。ここで大事なのが糖質を控えめにやね抑えるとか少しにしておくということをポイントにしてください。あの決してね完全に断つということはやめてください。糖質はね、この消化や代謝などね、まあ、ありとあらゆる体のメカニズムにとても重要な、ね、役割をね果たすんですよ。だってね、その糖質がなかったらですよ、脂肪も燃焼しませんし筋肉をつけることもできませんので、決して完全に断つということはやめてください。とはいうものね、まあ、それぐらいの勢いでね、あの、控えていきたいところでもあるんですけども、まあ、ご飯やね、その麺類をしっかりと食べる日本人はですね、炭水化物の過剰摂取に陥りやすい傾向があります。その血液中のね、糖のね、密度が高いね、高血糖のね、状態になるとですね、血管が痛み詰まりやすくなって糖尿病の予備軍になると、心筋梗塞ね脳梗塞のリスクが高まります。ちなみに僕は予備軍と言われました。そしてさらにですね、糖尿病になってしまうとですね、その肝臓やね目の網膜などのね体の各所でね、合併症を引き起こすようになります。でまたね、その糖質のね過剰摂取やね中性脂肪も増やすことも知られています。あの白米のねご飯1膳の 150g あたりにね含まれる糖質っていうのは 55g 程度ですし、まあ、50歳を過ぎたらねその毎食ご飯をね、まあ、しっかりと取るのではなく、まあ、少しずつ減らしていってもいいとのことなんです。これがなぜかと言いますとですね、その若い頃と食事量がね変わらないとあのね糖質過多っていう風になってしまうんですよ。まあ、もちろん人にもよりますけども、その50歳を過ぎたら1日3食の間に、まあ、しっかりと炭水化物を摂取するというのはですね、あの糖質過多にならないためにもちょっとね控えた方がねいいでしょう。まずはね、そのご飯をやパンをですね、まあ、半分にするとかね、まあ、少しずつこう減らしていってみてください。まあ、この他ですね、血糖値の上昇スピードをね穏やかにするにはですね、低 GI 食品を選んだりね、野菜や肉、魚をね、まあ、ご飯などの炭水化物の前に食べるなどね、食べる順番っていうのをね変えることもね心がけるといいでしょう。あのね、野菜から食べた方がいいとねよく聞きますけどもね、これはね野菜のお皿を空っぽにしてから次の料理を食べにかかるというのではなくてですね、野菜、お肉、ご飯、お魚、お味噌汁などのように、あの順番に食べていくということなんですよ。簡単ですよね、順番に食べていただきいいだけなんで。というか、まあ僕の動画を見てくれている人らはみんなそのね大人の人ばっかりだから、まあ今更改めてこんなこと言われなくてもいけるでしょうけども、あのまあ皆さんのご家族はねいかがでしょうかね。例えばあの女性の方が多いんですけども、ご主人さんとかね、お父さんとかね、弟とかお兄さんとかいてると思います。まあ男ばっかりやんけって感じなんですけども、ちょっとねそのご家族やね周りに心当たりがある方はぜひねちょっと口うるさくねチク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 って言ってあげてください。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。
バイバイ。僕は元気です。